ゆるやま。ゆるやまチームインドアアウトドアリーダーゆるやまチャンネルの松本です。このチャンネルではアウトドアアクティビティ、特にアドベンチャーレースを中心にみんなが元気になる情報をお届けしたいと思っています。今回のこのシリーズではエクストリーム主催エクストリームシリーズの2019年8月おこわい大会に私松本と愉快な仲間たちが参加した様子ですね。そちらをお届けしております。前回までの復習です。第1回は林がテンションだだ落ちのところからスタートして、その後 CP1 のクイズで大間違いを。第2回ではマウンテンバイクセクションでカナの自転車の空気が抜けていることが発覚。そしてリーダーがグローブを片方なくしてしまうと前途多難ですね。今回の第3回目ではマウンテンバイクセクションですね、 MTB セクションの続きからとなります。道中子供たちに大人気のあいつが登場しますので、ぜひ本編楽しみにしていてください。さて、今回の前振り動画ですが、今回はアドベンチャーレースに必要な道具を紹介したいと思います。まずザック、リュックですね。これはトレラン用とか容量の小さいものですね。エクストリームシリーズの場合だとこのぐらいの容量のもので問題ないかなと思います。と言いつつ、私のザックはこのぐらいの30リットルの容量のザックを使っていることもあります。今回の動画ではこっちのザックを使っています。次にレインウェア、これは実はエクストレモでは必須項目に入ってないんですけれども、一応山やたるもの、山に行く時にはレインウェア必須ですね。天候によって上だけとか上下両方とか使い分けはします。次がホイッスル、こいつがですね、必須項目なんですけれども、意外と忘れることが多いので、レース前には必ずチェックしているアイテムです。だいぶ前に参加したレースでは、家出てからですね、ホイッスルないことに気づいて、あちこち探し回ってやっとの思いで買ったっていう思い入れのあるアイテムですね。次、ヘッドライト。アドベンチャーレースの場合はですね、こちらも必須項目になっていて、夜の山に入ること、レースが伸びてですね、夜にかかってしまうことって非常に多いので、ヘッドライトは必須アイテムになっています。レースに限らず山に入る場合は、日没を迎えてしまうと道は見えなくなるので、日陰のハイキングだって本来は必須のアイテムです。次にエマージェンシーシートですね。これはアルミを蒸着させたフィルム状のシート、寒さをしのいだりとか、あとは救護に使ったりとか、そういったことに使用します。例えば怪我人なんか体温が下がってしまうので、その体温の低下をこう防ぐような目的でも使います。エマージェンシーグッズ、いわゆる救護キットが入った袋です。自分では分かりやすいようにこの赤の袋にまとめています。テーピング2種類、あとはこういう細引き類ですね。あとはこういうポイズンリムーバー、蜂とかに刺された時に毒を吸い出す機器です。あといろいろ使えるガムテープ、他にアルコールシートとか、そういった絆創膏みたいなものが入ってますね。次、ヘルメット、これも必須です。今回の動画みたいな撮影する時は、このマウントに GoPro をつけて撮影するんですけれども、ちょっと頭重くなるので、意外と走ったり動き回ったりするのは大変だったりします。で、意外な必須項目、グローブ、まさに前回の動画で片方落としてしまったグローブなんですけれども、あれも今回のエクストリームシリーズでは必須項目です。このレースではスタート時のチェックだけで問題なかったので、途中でなくした場合などの規定というのは特になかったので、失格とかなってないんですけれども、レースによってはその必須項目を途中でなくすと失格とかペナルティーみたいなレースもあるので、絶対になくしてはいけないアイテムです。あと、ここにはないですけれども、自転車のパンクに対応できる修理セット。前回の動画を見ていただいた方は、その空気入れが出てきたと、必須項目の一つなんですね。で、持ってたのが自分用の空気入れだったので、あともバルブの形が合わなかったというオチにはなるんですけど、空気入れも必須項目ですね。であとは行動食と水。水は基本1.5リットルを目安に持ってますが、重いのもデメリットにはなるので、レースによって調整しますね。あと、忘れてはいけないマップケースとコンパスです。自分はですね、こういったものはすぐ歩いている最中も常に確認できるような状態にしています。地図を出すのが億劫になると、致命的なルートミスをしたりですね、そういったことにつながっていて非常に危険なので、これはすぐ取れる場所に常に入れています。これはレースに限らず、山に入るときは常に見える位置にというのが基本ですね。あと、これなんですけども、細引きの
両端にこうカラビナをつけたもの、緊急時に結んで使ったり、あとアドベンチャーレース名物の牽引に使ったりします。牽引がどういうシステムかっていうのはちょっと次回の動画で紹介しようと思います。レースによってはちゃんとした9ミリとかいうクライミングロープを用意しなきゃいけない場合もあります。さて、前回に引き続きマウンテンバイクセクションから、で今回はチェックポイント4、チェックポイント5を回収して、チェックポイント6でマウンテンバイクを置いて街中のロゲーニングセクション、地図を見てチェックポイントを回収していくというセクションに入っていきます。ほぼ初心者のチームがアドベンチャーレースに参加したらどうなるのか、佐野さんです。どうぞ。すいません、ありがとうございます。大会に出てたんですよ。この辺でなんか空気入れられるとこって知ってます？まだ鈴木元の人間じゃないです。あ、そうなんですね。大会3調整だったんですけど、今朝38度でしたんで。あ、そうなんですか。あ、お仲間が。私がです。あ、私が。え、来て大丈夫ですか。鈴木の主体飲んでるんで大丈夫です。30か。あ、さっきチェックポイントのナンバー覚えてますか？あ、ナンバーなんだっけ、え、ちょっと待って、あ、待って、あ、しまった、あ、ちゃんと見てます。ナンバーなんだっけ、あ、そっか、ナンバーってあそこの、はい、あ、なんだっけな、どうしよう、戻る、戻るか、あ、でも帰り、戻れ、帰り戻れないですかね。帰りはあのルートは戻れないですね。まあもしくはあのナンバー1個捨てて次行く手はあります。チェックポイント3は捨てたんですよね。多分帰りそうと思います。で多分結局こっち行って戻ってきますよね、ゴール。そうか、もう撤去されてる可能性はありますけど、ね、そうですね、それだけが、まあされてたらされてたで、まあ諦めます。あっから戻るよりも帰り見る方がまだマシですね。撤去されてたらちょっと私のせいなんで、それはまあペナルティーもらえばいいだけなんで。え、最後まで回る感じですか？いや無理です。最後まで回れると出てますからね。そうです。あの辺だとお昼ご飯も食べるとこないんで、どっちみちこっちまででもなきゃいけなかった。なるほどなるほど。まさかこんな最初に林道があると思ってなくて。いやなんか空気入ってないんですよね、1台借りたやつが。でちょっと困っちゃってて、なんかマウンテンバイク用の空気でも合わない。そうで、じゃあ行きます。大した問題なし。これに乗ってるうちは、乗ってるうちは元気、はい、自分の足になったらもう死ねます。即トーマスだ。おお、ジェームス。で、あ、一応見るか。橋を渡るだったはずだけど、橋だったっけ、橋だった気がする。うん、あったあったあった。本当はチームどこだったんですか？兄弟3人で、はいはいはい、この中で私が圧倒的に体力を劣っているので、はい、ベストコンディションでないと。あの事前にも並行しておくんで。まあ38だ、きついですね。今日大丈夫ですか？大丈夫です。もうち
っと内股にするといいです。内股。力が外に逃げてます。あ、足を膝を内股、はい。膝当たるぐらいですか？もう。膝あの擦ってもいいぐらいフレームに。はあ。まああくまでロードですけど、でも多分原理はそんなに違わないはず。はいはい、わあすげえ靴の中水入ってきた。あ、さっきのところ。冷たい。やれたら、はい、メダルの中心を、はい、お子宮のところに合わせるとここ一番踏み効率が上がります。お疲れ様です。おあ正式ってアメリカ式なんで。どうします？あ、でもこの辺はどこにあるか分かんない。にしていただけるとありがたいですね。ちょっと乗ってみて乗れそうだったらそれを自己判断でってやつですね。置いて。とりあえず上の自販機冷たいのか分かんないです。そうなんですね。山でもこういうとこあると速攻にあのひねりますからね。7、8、9、10、11、2時までにチェックポイント13のチャレンジを、まあ余裕だな。2時までに13、まあ、チェック。いや、まあ順番は不動でいいのかな。順番をこけた人いた、うん、どの順番で行っても OK。 じゃあここ7から13を回ると。はい、怪しい。怪しい。牽引する？しません。しません。神社って多分今ここに来てるんじゃないですかね。11のところ水にカーブで、ただこの道路自体違いません？もうちょっと降りるのかな。逆だ。逆？送電線見てください。今送電線真上通ってますよね。あ、本当だ。だからあ、もうちょっと先、もうちょっと手前だったんですよ神社実は。え、送電線の真上なんで向きがこうですね。この今クロスしてるここに。あー、そっか。そうだから別にいいんですけど、そこのもうちょっと進んだところを右に入って戻っていった方が。なるほどな。川からだいぶ離れてますもんね。楽しいでしょ。走るのはやっぱり面白くないですね。面白くない。あの山っす多分登るの。え、マジっすか。あ、山頂まで多分行かないですけど、あのエリアのはずっすね。あるんじゃないの。あった。あれです。とりあえずパンチしましょうか。福山郵便局が12と7と12。ここ12だから12。で、泉谷。はい、撮りましょう、林さん。
頑張りすぎると倒れちゃうんで、はい、ありがとうございます。気をつけてくださいね、お水だけ。はい、行きます。はい、はい、じゃあ撮ります。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。行きます。